ホットドッグだ。でけえ。だからパンにたどり着かない。全部86？やば。FJ はこれがベース車両じゃないかと言われてる。本当だ本当だ。今回のイベント特化で。ラックに、うん、そうですよね。やばくないですか。半額くないですかこれ。なんでこんな安いんですか。ブーフラックラックって、はい、アルミというか錆びないやつってありますか。これですか。はい、あ、はい、キャンペーンのこれのなんか、あ、まあこれというか、はい、これって鉄ですか。両方あります。あ、両方あるんですか。おう、じゃあランクルの300なんですけど、はい、300はデラックこのクラシックっていうのが設定がないんで、あ、使わないんです。ベースラックっていう新しいモデルのしか、おお、そういうことか。設定がなくて、そもそもメーカーが、はいはいはい、なのでクラシックは対象外、使わない、対象外ですね。はい、あ、そういうことですね。あ、こうやってちょっと出ても大丈夫ですか。大丈夫です。あ、ありがとうございます。設定としてはルーフレール、ルーフレールついてて、ボルト穴を使う。あ、じゃあルーフレールを外して付け替える、はい、そこのもともと固定されてた穴に土台となる足を、自分じゃ付けられない。そうですね、あんまり個人のお客さんには雨漏れそうっすね。してない。一応コーキングとか打って雨漏れしないようにはするんですけど、はいはいはい、できるんですけど、例えばボルトの受けが落っこっちゃうとかっていう可能性がある、うん、そうすると内張り一回はぐって内張りの裏でもう一回上げてあげないと外からボルトがまた入れられなくなっちゃう、はい、いや無理だな。あまり個人のお客さんにはそれはどうすればいいんですか。どっか紹介してもらえ、はい、例えば今回であれば RV パークさんとか群馬トヨタの店舗で、あ、店舗で行けるんですね。はい、取り付け買ったとこで、あ、じゃあそれで行けんか。ちなみにおいくらぐらいですか。ですね、一番大きいサイズだと2125なので、はい、サンルーフの半分ちょいぐらい、開けることはできます。はい、チルトもフルも、あ、はいはい、はい、なら、ただ、開ける上見た時に黒いのがいるんで来てるのが嫌かどうかですけど、まあ、それが問題なければ2125っていう長さが一番長くて、はいはいはい、で幅は2種類あるんですよ。1285と1440、2種類ある。一番長いのは2125の1440。かっこいいのは1400です。収まりがいいのは1285なんです。1285、はい、ちょっと1445だと、はい、頭でっかちに見える。あ、ボディより出るってことはないんですけど、やっぱルーフに連れてこう狭くなってくる、はいはいはい、なのでそれに対して板がボンってちょっと出ちゃうかな、うん、1285の方が、はい、そうするとそちらで税別で今23万3000円、はいはい、23万3000円ですね、はい、それは板と車種専用のフットキットコム、あ、じゃあもう取り付け工賃は別だけって感じですね、あとかかるのは。で、高さでいくとルーフのトップのところから大体5センチぐらいで収まって、今ルーフレールついてるってなるとルーフレールの高さプラス1センチぐらいじゃないですかね。あ、じゃあ高さがはあんまり気にしなくて大丈夫、はいはい、今よりも 1,2 センチ上がる。普通の立柱も入りますね。入ります。リフトアップバカみたいに上げてないけど。いや、ノーマルス、ノーマルス。そしたら全然入る。いいな。今日スペシャルみたいなのはないんですね。一応今回のイベント特価で 10% 21万、ちょっと通常がこれですね、税込みで。あ、それがオフ、あ、そこからの 10% です。
じゃあ23万いくら、はい、おお、23万になるんですね。行きたいな。こっちいくらかかるんだろう。どちらでご依頼される予定？多分群馬トヨタさんかな。どの店舗？RV パークさんとかだと、はい、安いですか？他の店舗で。多分一番こちらで。へえ、違うんだ。多分店舗によって違うってことはないと思うんですけど、はい、ARB のラックとかは多分群馬トヨタさんの中だと RV パークさんが一番多分付け慣れてる。ああ、うん、うん、あ、そういうことですね。で、開けたところ。じゃあそこ持ってきます。ありますよね。ルーフレールは外して付けるっていう作業、うんうん、そうですね、はい、で中にコーキング、さっき話したみたいに加工でコーキングとかそういうのを入れるので、日帰りってちょっと難しい。ああ、そうですね。要は硬化しないといけないとか、はいはい、わかりました。なかなか日帰りは難しい。じゃあ預けてくれ思うんですけど、聞いてみる。もし、はい、あの取り付けとかって方であれば今日、RV パークのスタッフがいらっしゃって、はい、一緒に来て、取り付け合わせて、なるほど、おお、コラボで、はい、わかりました。はい、ちょっと今、国内在庫は割とそれなりに台数数ある。あ、本当ですか。はい、ちょっと前から欲しかったんですね。そうです。だからルーフレールつけなきゃよかった。そう、外すなら。そうね。そっか、そうっすね。3枚払って。いらなかった。3万いくらします。そうなんですよ。ありがとうございます。はい、本人だけちょっと確認を持ってんのすぐ。あ、本当ですか。いやいや、ありがとうございます。もう、すでにだいぶ積んでますよ。積んでます？積んでますね。もうだいぶ。あれ、どのくらい来ました？積んでますね。23万。あれが16万ぐらいでしょ。タイヤ？タイヤじゃないですか。エアロ。あ、エアロが、はい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 。40万ぐらいでしょ。で、ホイールとタイヤですよ。ホイールとタイヤはまだちょっと金額わかんないかな。あ、そっかそっかそっか。まだ出てないんで。今積んでる分で言ったら40万ぐらいです。もう。RV パークさんの場合2万6000円と消費税。おぉ、うん。全然25万以下だ。うん。25万以下ではない。25万ちょいぐらいですね。わ、うんうん、かりました。ちょっと、はい、まあ、あの ARB パーツ輸入商品なので、やっぱ為替の関係とかで、うん、金額も変動する可能性あるんで、動画とか見られるかもしれない。金額が言いづらかったらあれするもやもやするんで、そこは、はい、スペシャルな価格出してもらってもいいそうですね。価格的なところはちょっと、はい、はいはいはい、ありがとう。また予算シェアがあるから、そうですね、そうですね、どこで行くかちょっと、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。泊まりはできるね。こういうのだね。ラダーフレームだから、はしごなんですかね。上に登るのにはしごないと登れない。そうっす。そうですね。そうですね。すげえ。でもないの。川。だからさっきのラックに、うん。ね、そうですよね。つけたら。うん、そういうことですね。やばくないですか。子供大喜びですよ。たまんねえな。だからラックにこれをつけて、うんうんうん、
埋まってる、ね、なんかよかったらすげえすげえ、うん、大丈夫？偉いじゃん、よかったよ、はい、でも関係性のあるとか今あるじゃないか、全然関係ないでしょ、かわいいっすよね、これね、ね、うん、そうっすね、おはようございます、あ、かわいい、あ、やった、ありがとうございます、あんまり見慣れんブランドがね、あ、照明系なんですか、もともとはあの ARP さんのブランド系、はいはいはい、だから大物のバンパーとかもいろんなものを扱って、平たいやつ、バッグ、アクセサリーでも売ってますけど、明かり系も一応あって、ちょっと今回ちょっと大きさが大きかったんで、そういうものばっかり持ってきました、そういうことですか、明かりどころかでも高いんで、ね、へえ。可愛いですね、ね、うん、上のやつ、おお、テントとかもある、はい、マウス、そのうちは TJM とかあっちゃうか、これついてたか、うっかりうちの同じもん扱ってるかこれそうですね、ルーフテント、はい、すげえ、はい、このルーフテントはちょっと他のところよりはお買い得かもしれません、サイズこれです、で2人ぐらい、2人就寝サイズ、はいはいはい、今乗ってんのが300なんですよ、そうですか、うん、あ、じゃあ一回り小さい、300だからちょっとあれですよね、ラック乗せてその上って感じですよ、ね、そうです、こっち側です、うん、遊べますよね、うん、ああいう感じのいいけど、あのハードハードタイプというか、うんうん、結構ごつい、値段もごついんですよね、そうっすね、そうっすね、やっぱりあそこまで行くと結構、うん、でっかいやつは売ってるんですか、これですか、でっかいセットは売ってるんですか、これ、いや、あの買ってくれた人にあげてます、そうっすね、あげましょうか、いやいや、いいんですか、売ってないですけど、なんか小手がなんか凍ってっていうか、なんやそれって言われそうです、すみません、あ、やった、ありがとうございます、車に貼って宣伝します、今誰もおらへん、車に貼って宣伝します、車に貼ってください、宣伝します、ちょっと格好はいいんで、僕は好きです、はい、ありがとうございます、そうか、なんか変な、こういういじり方いいっすよね、いや、ありっすよね、いいっすよね、うん、タイヤとホイールとこのぐらいでいいんだよな、そうっすね、乗りの車は300です、あ、300ですか、はい、300か、300やったらちょっと小さいか、ちっちゃいんですか、だって2m40しかない、ルーフ3メーターぐらいありますね、確かにですけど、多分ラックがそのぐらいしかないと思う、ラックと一緒か、わかりました、わかりました、そしたら小さいラックを横につけられるから格好はいいっすね、うん、あのあ、なるほど、なんか全部テントっていうとなんか殺風景やけど、前にちょっと入れつけて、例えばよくやるのはコンテナバンバンって前に乗せてラッシングしてやれば、前から見たらそれは結構かっこいいです、あ、確かに、うーん、そういうことですね、
でここやったらこの車もそうやけど大体ステッパー、はいはいはい、あーなるほど、うん、後ろのタイヤでも逆にしてるよりはやっぱ前にもかっこいいかな、はいはい、ちょっとうちはこのサイズしかないんで、これハイラックス専用なんで、ちょっと結構ある、はいはい、ラックだけは、うん、ありますよね、はい、あります、そうそう、あんな感じのあれ、あんな感じというか、あれの前半分だけのやつっていうのがあれば、はいはい、本当はこんなんついてればもっとかっこいいんですけど、そうですね、でも面白いですね、ちょっと勉強になりますね、あ後ろにテントで前にちょっと荷物つけてくるのは、なるほど、面白いですね、はい、なんかマーカーとかもつけたくて、あーなるほど、いいですね、これだとつけられるんですね、はい、これはそもそもそうなるようにしてある、ね、マーカーつけたいけどマーカーつけるとこないんですよ、三角、うんうんうん、いいな、テントいいんですよ、なんか、うん、武骨でかっこいいです、すごいいいですね、お値段もすごく、ね、お値段もすごかった、いいという、うん、あ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、USB だけでもつければいい気がするんですよ、うんうんうん、今悩んでる理由が一つあって、はいはい、洗車も、そうだそうだ、うん、どうなるんだろう、いや、ARB さんのって、はい、あれは外せないんですよ、洗車の時に、だから、そもそもね、隙間自体はどんなループラックでももう洗えないんですよ、つけたもん、そうなっちゃうんだ、はぁ、で、あの、アルミのありますかって僕が聞いたのは、錆びちゃうと、はい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 、天井が、天井っていうか屋根が茶色くなっちゃう、落ちないんですよ、これが、色ついちゃうんですよね、錆び色がね、でそれが嫌なんで、錆びないやつが、ね、なるほどなるほど、ただ錆びないやつでも洗えなくなるから欲しいんだけど、すごい悩み、悩みどころっすね、それはね、そうか、そうなんですよ、それが理由で悩んでるんです、600円ですよ、え、安くないですか、ウバーテントのマジで600円、あ、なるほどね、スペシャルプライスなんですね、安いですよ、ステッカーついて、これがついてもらって、安いと思いますよ、小川さん、これ1回ですね、これそんなに安くないから言わないけど、うん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 、本当だ、ストーブ、うん、ストーブだ、テントの中に入れるやつ、これはサイズはどっちなんですか、L です、これが L なんですね、はい、M は半分ぐらいですか、 M82cm なんで3分の2ぐらい、あ、3分の2ぐらい、十分じゃ十分、うん、1万円安いよ、持って帰れ、いや、車、明日もう一回来るかな、車で、うん、1800円、半額くないですか、これなんでこんな安いんですか、安いっすよね、うん、安いっすよ、すごい、これ使い方いいね、収納袋に入るんですよ、これがこっち、これで、これで、この生地だとこの生地、そうです、あのフレームの太さだと違う、うーん、でこの方が
この足の差し替えで角度が変わります。これはもう固定なんですよ。この2個一緒なんですけど、ここからは違うんですね、差し替え。なるほど。安いっすよ。安いっすね。安いっすよ、ね、すごいな。お祭り価格ですね。いやこんにちは。ありっすよね、こういうのね。この1枚と、これ下の2枚とフレームが下がる。まず、この2枚が追加。いいっすね。はい。いいな。いいな。7,800円。安いっすね。ラバーもマジで車で来ればよかった。持って帰れない。そうですね。どんだけになっちゃいますね。めっちゃ軽いっすよ。これ明日車で、いや明日そうっすね、来ちゃうもありますよね。明日ちょっと車で来ようかな。2日目最終日の方が、いやぶっちゃけワンチャンあるじゃないですか。ワンチャンありますか。うん、あの私結構車のイベント好きで行ってたんですけど、うん、あの特に現物は最終投げ売りになりますよ。これレクサスここまでやる、すごいっすよね。本当だ、レクサスだ。ちょっとかっこいい、この艶消しねえ。かっけえわ。腰がめっちゃ高え。内張りないじゃないですか、やば。いや、ないでしょ、だって何言ってんの。あっ、なんかガチ本物じゃないですか、これ。ガチですよ。え、何だと思ったんですか。こう、あのイベント用に作ったのかと思ってた。ガチです。すごい。すごいな。これあれじゃんね、あの FJ、 これベースじゃない。はあ、すごいことになってんな。そう、この FJ はこれをベースで、なんかこれがベース車両じゃないかと言われて。本当だ本当だ。これになるんじゃねっていう噂のやつ。はいはいはい、これトラックらしいんですよ。タイか。そうなんですね。タイかどっか。なんかあれですよね、出てるイメージがすごい雰囲気ありますもん。似てますよね。何これ、かっこよ。なんかこっか。めっちゃおしゃれ。ハイラックス、そうか。おお、これで FJ が出てきたら、うん、どうなんですかね。いや、この感じで来たらめっちゃ可愛くないですか。うーん、俺微妙かな。このなんか、だからなんだろう、思いっきり商用車な感じを、はいはいはい、どうやって乗用車にしてくるのか、これベースで出すのか。そういうことっすね。まあ中はまあトラックですよね。そうだけど、俺がなんか職人とかやってて、ハイエースとこれどっちがいいですかって言われたら、こっち買うわ。ああ、なるほどなるほど。そういう選択肢はありですよね。そうですね。ハイラックスをこういういじり方するのすげえおしゃれじゃないですか。ね、これありっすね、これね。後ろキャンプ用にして、上にテントつけて、寝れるようにして、なんかアメリカ人みたいな。そうっすね。上にライトいっぱいつけて。うん、めちゃめちゃついてますね。このいじり方、いいなぁ。センスいいね。ね、そうっすね。
愛知でしょ。へえ。すごい。これがアンクルガシャがある。これちょっと一発で当てたらいいことあるやつですよ。応援してください。そういうことっすね。そういうことっすよね。応援してください。ぜひぜひぜひ応援してください。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。